さん、そう、ね、男おじさんって言わせたと年が近いし、はい、そうそう、家持ちに聞いてなったから声で、あ、そうですね、なんだよね、みんなね、そこから自分だけ置いてきて行くわけでいいんじゃないと思って、みんな本当ね、もう親父だけどね、まあ棟梁よね、みんな、うん、技術を持った、うん、その塊だったね、うん、で、その中で俺が適当に遊ばせてもらって力をつけたって感じ。なるほど、なるほど。キズマスさんなんかスランプになったって言ってすごい練習したもんな。キズマスさん。ホテル帰って、俺らもうシャワー打って飯食うてまだ吸ってたよ。